ああ、ちょっとお眠なお秩父でございます。紹介するものに関して言うとね、そろそろ消化しないといけないものは、消化していかないとダメなんじゃないかなっていう、ちょっと、考えもあります。というわけで、今回はジャングルファティーグファーストタイプです。まあ、ファーストタイプ、最初期型って言うんですかね。ベトナム戦争中に採用された ジャングルファティーグを、熱帯用の戦闘服ね、の一番最初の形状というかね、形になります。最大のシリ、このファティーグのシリーズの中でもね、ファーストタイプの一番の特徴はね、このポケットの露出してるボタンじゃないでしょうか。これがね、なぜかポケットだけ露出してます。前合わせはね、ちゃんと隠してるんですよね。謎、作業着なんかはね、前合わせも全部ボタン前に出てるんで、これも前に出ててもよかったんじゃないのかなって思わなくはないですけど、前合わせの部分は比較的なんかこう密閉度を上げるためにね、こう二重にするっていうんですかね、生地をね。さらにこれね、ガスフラップもついてます。セカンドファティーグとかね、紹介した時も、これガスフラップ、もう一枚ね、前合わせの裏にもう一枚布ついてます。セカンド時にも説明したかもしれないですけど、あとはこのショルダーのエポレットね、この脇のこの調節タブ、2箇所調節できます。で、さっき言ったガスフラップ。あとはね、このバックヨークっていうんですかね。後期型はこの背中にもう一枚貼ってあるのかな？この肩の、装備を肩から背負ったりとかね。銃をこうスリングで肩からかけたりとかするんで、肩1枚増えてるんですかね、新しいやつはね。これは1枚ものですね、背中ね。あとは袖がどうなってる。袖はちゃんとカフスになってるでいいねんな。これ普通って、ね。あとはね、ボタンの色がね、この結構緑の濃いツヤありっていうね。後期ファティーグになると、これはもうちょっと茶色くてね、ツヤなしになってます。ジャケットはこんな、タグだな、タグ。サイズタグはね、こんな感じじゃないですか。よいしょ。ね。こうだ。ね。M レギュラーですね。で、こっちの下の方のラベルね。コートメンズコンバットトロピカルって入ってますね。で、一応63年なんですね。多分ね。63年会計年度。DSA? DSA やってんな。ね、そしてもう一個の大きい方のラベルです。ここにも、コートメンズコンバットトロピカルって入ってますね。あとはこれ説明注意書きですかね。まずはスワフ、英語はね、いいかな。雑ですいません。ジャケットはこんなもんで、パンツです。よいしょ。パンツはね、実は地味に違います。もうこれ、こうやって見てもわかんないです。股上が違うんですかね。なんか、しまったな。比較したらよかったかな。このね、また下からこの腰上までがね、他のやつより長いんですよね。セカンド以降よりも。なので、これ昔ね、これサイズ、ね、もう読めない
感じ、読めない感じ、落書きもしてあるので、ね、ちょっと読めないんですけど、これ M レギュラーだったと思います。スモールやとね、スモールのファティーグ今でもギリギリ、まあまあ窮屈、ちょっと太ってしまったんでね、窮屈なんですけど、吐けなくはないです、ファティーグとかリーフとかね。ところがこのファーストモデルだけはね、吐けなかったんですよね。ボタンが止まんなかったです。もう残念ですよね。形が違うんでね、ウエストの位置が高くなるんですよね。まあ、あの体型の問題なんですけど、自分のね体型がダメなんですけど、まあまあまあ、このベストサイズはね、どっちにしても、スモールではなく M なんで、うん、M で買い直すというね、ハメになりました。まあハメになりましたけどね、まあまああるんで。このファーストファティーグはね、意外とパンツはどうやったっけな、もうどこで買ったか、いくらぐらいで買ったか、もう一番最初に買ったやつはデッドみたいな、そのスモールレギュラーのパンツを確かね、3万ぐらい出して買ったんじゃないですかね。これもそれなりに出したかな、パンツはそれなりに出したかもしれへんな。ジャケットはね、なんか結構出会いがあってね、そんなにあの高くは出してなかったです。ここにあのディスプレイで映ってあるね、映ってないですけど、今あの開閉のステンシル入りのやつはちょっと高く出しましたけど、まあ今ちょっとねお見かけすることないですね。たまにオークションなんかで出回ってるの見てもね、あの異様に高いで、あのちょっと買い足そうかなっていう感じにはなかなかならないです。でもう一つちょっと特徴、そうやねんな、このジャケットのねポケットの蓋は他のファティーグとかと同じ、まあバリエーションがあったんかな、でもないと思うな。まあ普通にこう角出てるんですよね、上も下もね、こう角がキュッてこう90度というかね、90度以上。パンツはね、このフラップのね角が結構丸くしてあるんですよね。わかるかな、丸いんですよね、角がそんなに角張ってないんですよね。こっちもね、これカーゴポケットですね。でお尻のポケットの方もよいしょ、これお尻のポケットですね、角ちょっと丸いんですよね。これ結構可愛らしいで、初期ファティーグの一つの特徴ですかね。で、他のファティーグとの相違点としては、このウエストの調節ベルトがこの、まあセカンドも一緒ですけど、ボタンでするようになってて、ガスフラップついてます。ね、前合わせのガスフラップついてます。前はもちろんボタン合わせ、カーゴポケットの中にも左だけやっぱりこのちっちゃいポケットついてます。よいしょ、ね、ちゃんと広げるか、よいしょね、このポケットの中にポケットが、ちっちゃいポケットついてます。でですよ、僕のやつの、これいけてないところはこのね、カーゴポケットの固定する用のストラップですね。前にセカンド紹介した時にはこんなついてますってやってたと思うんですけど、これ残念ながら切り取られているのでしょうね。なんか、これここになぁ、打てあったのかな？なんかね、切り取った形跡が見当たらないんですよね。ひょっとしたら最初からついてなかったのか。もちろんね、初期ファティーグなんで本来ついてないとおかしいんですけど、まあ、そういうこともひょっとしたらあるかもしれないです。まあこのカーゴストラップを出すこのスリット、ここにね、ポケットにこのスリットはあるし、それを通すね、またあの、このベルトの相手のね、このホールみたいなのもね、もうついてます。なのに、ベルトはない。まあ、あの、綺麗に切り取ったんやったらね、まあ、綺麗に切ったのかな、ですけど、こんなもん綺麗に切る必要ないんでね、うん、ひょっとしたら最初からなかったのかも。まあ、裾もね、おなじみのこのドローコード入りってやつですね。改造もされてないです、ここはね。
まあ、来た時のね写真をね本当はまたしたらよかったのかなとも思うんですけど、まああのあんまり来たくないです秘蔵の品なんでね。ファティーグの中でもまあ僕はねファティーグはね本当はね一番好きなのはセカンドかな。あでもまあファあまあ初期ねファーストモデルも捨てがたいんでねあんまり来たくないです。まあまあこんな感じですかね。これであと紹介してないファティーグはサードモデルだけかな。全然順番通りにやらないっていうね。あとまあ派生モデルもあるんでねまだ発掘してさ、揃えとかないとダメなんですよね。まあこれちょっと涼しくなってきたんでね、またこうアウター系とかねそういうのも紹介できたら随時ね紹介していこうかなとかも思います。まだまだネタはあるぜってことでね。ではでは。